マーシア王国、マーシア王国は中世初期イングランドの7王国の一つであるアングル人の王国。7世紀中頃から9世紀初頭にかけてイングランド中部で強い勢力を持ち、特に8世紀には2人のブレトワルダ、女王、大王を輩出した。マーシアとは辺境の人々を意味するミスをラテン語化させた後世の呼び名である。 古代ローマの力が去った中世初期イングランドでは、ブリトン人と北方のピクト人、スコット人などとの間で勢力争いが激化していた。ブリトン人小王国は古代ローマに習い、異民族をもって異民族に当たらせた。すなわち北欧、ユトランド半島のアングロサクソン人戦士団をイングランドに招き、雇い入れて戦力として使ったのである。しかしこのことによって、 アングロサクソン選手団は、ブリテン島が定住に適していることに気づいた。アングロサクソンの選手団は、独立勢力となって、自らの王国を築き、ブリトン人と対立するようになった。いわば、ミイラ取りがミイラになる形であった。アングロサクソンの移民は二つの波によってもたらされたと、する考え方が現在支配的である。すなわち、まず選手団が、 ブリトン人の王に雇われる形で移入し、彼らが独立勢力となって土地を切り取り、続いて大量の一般農民を生じ入れたとする過程である。一般農民の定住によって初めて彼らはイングランドに根差した勢力となり得た。アングロサクソン時代のイングランドは7王国時代とも言われるが、実際のところ存在した王国は100を超えると推定される。 七王国と呼ばれるようになったのは、アングロサクソン年代記などによって後付けされたためで、実際に七王国に挙げられている、小王国とそうでない王国の間に格たる差があった、わけはない。これらの王国は、勢力争いを繰り広げたが、負けた王国は滅ぼされるわけではなく、勝利した側に侵入することによって一種の、ヒエラルキー構造を成していた。 この国同士の真珠の慣習は上位支配権もしくは創始権と呼ばれる。小王国は安定的な王位継承制度を確立しておらず、王の死亡によって王国とその力は簡単に瓦解することがしばしばであった。代々のブレトワルダは広大な地を上位支配権によって半島に組み込んだが、それに従う小王国は好きあらば独立の気をうかがっていた。 また大井継承をめぐる内紛もたびたび起こり、イングランドの統一や、それを目指すまとまった動きは見られなかった。アングル人、サクソン人は三内四音の身分階級を有する階級社会であった。上位支配権によって侵入した小王国の王族出身であるエアルドルマンが支配階級となり、その重視たるイエシースやセインは土地所有階級だった。そのコーチは、 一般農民チェオルルによって工作されていたほか、奴隷も存在していた。奴隷は敗戦国の民衆や債務者などからなり、奴隷は有力な公益商品でもあった。アングル人の奴隷がローマで売買されていたという記録も残っている。エアルドルマンやイエーシースセインに並んで、公益商人や聖職者も特権階級を形成しており、当時の記録の中には祈る者、 戦う者、働く者の,の三階級で社会を説明する者も,もある。マーシアの地理的条件を冒険すると、北にノーサンブリア王国、南にウェセックス王国、西にウェールズのケルト諸国といった難敵に囲まれた地域であり、マーシア王国自体の藩とは、さほど大きくない。むしろ7世紀以降、上位支配権を得た小王国によって、マーシア王国の支配地域は、 成り立っており、従って、マーシア王国本体が弱体化すればこれら小王国は規色を変えて他の強国に就くこともあった。こうした小王国の奪い合い、さらには強国同士の上位支配権争いが状態化してた。ほとんどの王国を上位支配権によって侵入させた王は、後にブレトワルダと呼ばれ、マーシアから二人を排出した。七王国時代はイングランドに、 キリスト教が復興した時代でもあった。ローマ帝国の衰退によって、ブリテン諸島は一旦は、キリスト教の圏外となった。流入してきたアングロサクソン諸部族は、当初ゲルマン神話に基づく信仰を有しており、キリスト教世界から見ればイングランドは、蛮族の地となっていた。スタフォードシャーのウェンズベリは、出身ボードン、北欧神話のオーディンに相当の名にちなむほか、英語の曜日名にも、 ゲルマン神話の残滓が見られる。もろもろの王国は次第にキリスト教に改修していったが、マーシア王国は比較的遅くまでキリスト教に改修しなかった。マーシアはユトランド半島南東,南東部のアンゲルン半島、ゲンドイツ領から渡ってきたアングル人で、その中でも最も西に進出し、ブリトン人支配地域に近かったため、古英語のメルセ、辺境人、 もしくは進軍する人々からマーシアと呼ばれるようになった。しかしその羊については他の7王国にも増して不明な点が多い。これはマーシアが文字記録を残すことに熱心でなかったこと、文化面で後進国であったことが影響しているが、考古学による発掘調査などから6世紀にはテムズ川北岸に勢力を持っていたと推定されている。マーシアの名は 現在も、イギリス陸軍の戦列不評、メルシャン連隊やコベントリーの FM ラジオ放送局、マーシャフムなどに残っている。マーシアの初期の変遷については、残存する記録の少なさとその資料的信頼性の低さが相まって、定説を見ない。名前の由来が国境の人々という意味であることから、この国の起源は、古来の民であった、ブリトン人と新参者であった。 アングロサクソン人の干渉地帯であったことが伺える。もっとも、この説には、異論があり、ハンター・ブレアなど、この、国境という意味は、隣国のオサンブリア王国及びトレント側に住む、原住民とのことを指しているという説もある。そして伝説などからマーシアの起源をたどれば、ベオウルフの登場人物オルゲンシーを、515頃にたどり着く、アングロサクソン年代記などによれば、 エオメルの子イチェル。五百一頃がアングル人の一派を率いて、海に渡ってきたのは五世紀末のことで、マーシア王国の最初の王は、イチェルの彦のクレオダ。五郎、五百九十三とされる。クレオダは、タムウースに城塞を築き、王城とした。そして王位は、ピュバに継がれたという。しかしこれら初期の王たちはいずれも、反伝説的存在にとどまり、 実在が間違いないと考えられているのは次の王位を、ついだ、クレオダの親族とされる、チェオルル60、606頃から626からである。7世紀初頭は、ノーサンブリア王国が、北のピクト人やスコット人、ウェールズのブリトン人などを圧迫して、勢力を広げ、ブレトワルダの称号を得ていた。この時期の資料として、歴史家ベーダが残したものが知られているが、ベーダ自身は、 ノーサンブリア出身であり、マーシア王国とその王に関する記述は公平を書くものと受け止められてい。ベだダがマーシア王国を嫌ったのには、キリスト教に改修していないという宗教的事情もあったが、それでもマーシア王国について書かなければならないほど力をつけてきていた。ペンダ王の頃にはイングランド中部の覇権をかけて、ノーサンブリア王国としばしば争い、ハットフィールド、 チェイスの戦い、マスターフィールドの戦いに勝利して、マーシアは強国にのし上がった。この勢いでブレトワルダの地位を手中に収めるかに見えた、矢先、655年ビンウェットで決定的敗北を喫し、マーシアオーペンダが討ち死にしたばかりでなく、ノーサンブリアの参加に収まることになった。その後、マーシア王国を立て直したのがウルフヘレである。 ノーサンブリア王国の従属国状態から脱し、ケント王国やワイト島など南部、南西部をその支配下に置き、さらにキリスト教に改修した。当時キリスト教に改修することはヨーロッパから独立した島国ではなく、キリスト教世界に組み込まれることを意味していた。マーシアは着々と勢力を広げつつあったものの、この時の支配領域はイングランド南半分に限られ、 また西のウェセックス王国の勃興にも手を焼き、イングランド全土にその支配を広げるのは8世紀も後半になってからのことである。マーシアは8世紀後半に二人のブレトワルダを排出した。すなわちとである。エゼルバルドは教会への課税を強化して国力を蓄え、西の南敵ウェセックス王国を屈服させた。こうしたエゼルバルドの積極政策はない外に敵を。 多く抱えることになり、エゼルバルドは、自らの護衛によって暗殺された。続くオフファの時代が、マーシア王国の絶頂期であった。永年の宿敵のオサンブリア王国を屈服させて、上位支配権を獲得したのみならず、支配下に収めていた、小王国を解体させ、オファの親族や副親を統治者として送り込んだ。は、ハドリアノスの頂上にも劣らぬオファの歴史的行とされる。 攻めてくる、ブリトン人を防ぐためのものか、切り取った地域を守るためのものか、その建設意図は明らかでない。この暴類に関してわかっていることは、すでにあった、ウォットのー類を延伸する形でイングランドと、ウェールズの間に築かれた。さらに、フランク王国とも対等な外交を展開し、このように力を示したオフファは、レックスアングロルムすなわち、全員アングル人の王と、自ら名乗った。 オフファは死に際して後継者をエグフリスに定め、親化たちから忠誠を取り付けたが、肝心の後継者エグフリスがオフファの死後141日で没してしまい、ウェセックス王国などいくつかの章がマーシア王国から独立した。混乱の局にあったマーシア王国をコエンウルフ、チェンウルフがまとめ、独立した諸国を直ちに平定した。しかし、ウェセックス王国は、 マーシア王国に勝利して独立を確固たるものにし、さらに教会への課税を強制するほどの力はなくなっていた。オリシム・バイキングがブリテン島ウ岸に出没し始め、各校が襲われてきていた頃であった。マーシア王国は没落への道を一直線かつ急速にたどったわけでは必ずしもないが、南西の強国ウェイセックス王国はバイキングによる被害がほとんどなく、 9世紀に入ると、ウェセックス王国の力に対抗し得なくなってきていた。幾度か独立を回復したこともあったが、基本的には、ウェセックスの上司背権を仰ぐ形となった。825年ので、マーシアは、エグバートの率いるウェセックス王国に敗北し、イングランドは統一された。868年に、デーエン人のブルグレットが、マーシア王位についたが、これが、 最後のマーシア王となった。ブルグレッドは874年追放され、マーシア王国はデーン人とベセックス王アルフレッドによって分割、歴史の表舞台から姿を消した。マーシアはアングロサクソンの社会を色濃く残し、比較的ローマやキリスト教の影響の拉致以外にあった。言うなれば、野蛮な勢力の一つで、その性格は北に隣接する大国。 農産ぶりが早くから、キリスト教に改修して華やかな文化を築いたことと対照的だった。ロンドンを勢力下に収めてからは商業に力を入れ、王の肖像と名を刻印した貨幣を多く鋳造した。マーアシアとその派遣は、イングランドに以下のような社会の変化をもたらした。七王国時代のブリテン島は、大小無数の王国が林立し、戦士団の主張として王が君臨していた。 王は、自らの意向を保つために戦って、勝利し続けなければならず、敗北都市は同義であるのみならず、安定的な王位継承制度など望むべくもなかった。マーシア王国のトライバルハイデジは、ブレトワルダ時代に作成された、朝税のための土地大調でる。マーシアは単なる戦士団としての王国から、統治機構としての王国へと変貌を遂げつつあった。 七王国時代のイングランドは、ブリトン人もアングル人も、サクソン人も、それぞれ個々の王国によって、相争っていた。オファが、全アングル人の王王と名乗ったこと、さらにこの時期に、バイキングの襲来が始まっていたことなどから、アングロサクソン人の間に仲間意識が、芽生え始めていたという指摘もある。イングランドは無数の小王国が林立する状態から、統一へと舵を切りつつあった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。